森妻ビラカスケは、日本の実業家。関西電力取締役会長を退任後に、相談役となったが、部落解放同盟の森山英治、元福井県連合会書記長との間の近品授業、便宜教与問題で、八木誠と岩根茂木と測り隠蔽を主導したとして、特に大きな責任があると、第三者委員会から指弾され辞任し、関西電力から1億7千万円の、 損害賠償請求訴訟を受けた。1959年大阪府立大手前高等学校を卒業。大手前高校では柔道の部活動を3年生の夏休みまで続けており、部活に指導に来た先輩が京都大学の柔道部員であり、兄弟に入学したいというよりも、兄弟柔道部へ入りたくて兄弟へ進学した。1963年3月に、 京都大学工学部電気工学科を卒業し、同年4月に関西電力株式会社に入社。1981年6月に同社の公務部運営課長となり、1984年12月に同社大阪南支店次長。1987年6月に系統運用部次長。1989年6月に公務部長。 1990年12月に副支配人、公務部長。1994年6月に支配人企画室長、県立地環境本部長府。1997年5月に支配人、企画室長、平経営改革推進室長兼、立地環境本部長府。同年6月に、取締役電力システム室長に就任。1999年6月に、 常務取締役。2001年6月に取締役副社長となり、2005年6月に取締役社長に就任した。2007年7月に原子力発電環境整備機構の理事に就任し、翌2008年6月に電力各社の任意団体電気事業連合会の会長にも就任。同年6月には日本原燃の取締役会長にも就任しており、 同年7月1日には原子力発電環境整備機構の評議員に就任する。2010年6月に関西電力取締役会長に就任する。同年電気事業連合会会長を退任した。なお、2012年6月28日の間でにエンジニアリングの役員一覧では関査役となっている。同年6月29日に 日本原子力発電の取締役を退任している。関連や電力業界の役職以外では2006年3月16日に ANA の取締役に就任したほか、同年5月13日に西日本実業柔道連盟の会長に就任。2008年6月20日の財団法人日中経済協会の役員名簿には副会長となっており、2009年3月24日の 財団法人世界平和研究所の役員名簿には理事となっている。2011年5月23日に関西経済連合会の第14代会長となり、同年6月16日に財団法人国際超電導産業技術研究センターの理事長にも就任。同年7月の社団法人民間活力開発機構の役員名簿では同機構の理事となっている。 また、同年11月22日に、ベトナムで開かれた第5回日越経済討論会に参加している。2012年3月16日の文化庁の報道発表では、関西元気文化圏推進協議会の会長となり、同年8月24日のインテックス大阪の役員名簿では顧問に就任。同年10月1日の財団法人国土技術研究センターの ジャイスの概要では評議員にもなっており、同年12月1日の関連システムソリューションズの会社概要では監査役にも就任している。2013年1月1日の公益財団法人日本生産性本部の幹事会幹事一覧に加わっているほか、同年の大阪大学の役員等の名簿では経営協議会委員となっている。2017年、 2025日本万国博覧会、誘致委員会の副会長に就任し、翌2018年に公益財団法人国際高等研究所理事長となった。なお、2020年 ANA ホールディングス取締役候補から辞退している。同年全館注意義務違反があったとして、関西電力から1億7000万円の損害賠償請求訴訟が、 大阪地方裁判所になされた。中村直人弁護士が委員長を務めた関西電力コンプライアンス委員会によると役員報酬補填問題では森が部下に指示することで役員報酬補填の検討が始められたと認定され部下の八島康博元取締役副社長とともに法令違反の可能性を指摘された。これを受け関西電力ではすでに提訴されている。 森のほか、八島元副社長の追加提訴が行われた。ありがとうございます。